テキストで書いてあるよりもこっちの方が頭に入っていくわね。いやすごい分かりやすいですこれは、うん、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。はい、今回はナオールの若林さんとアントレがまたですね、新しいこうサービスを始めたようでですね、はい、ミルドっていうですね、動画を見るのミルドだと思います。はい、このチャンネルでは1回2回紹介したと思いますけど、動画でフランチャイズを選ぶというフランチャイズ始めるくんっていうのが1年前ぐらいからスタートしてんだよ。はい、今まではみんなこう比較サイトっていうのは資料請求のこの文字ね、はい、テキストでこうやって紹介してたんだけど、うん、時代は動画だから動画で紹介するっていうフランチャイズ始めるくんっていうのは、まあ、結構大々的に最初お金をかけて宣伝してて、まあ、それを見て、アントレさんの方で、うちも動画サービスをってことで、まあ、スタートしたんだろうね。ようやくラインナップが揃ったんで、でこういう感じなんだよね。はい、各社こう並んでて、あ、開業お祝い金なんて書いてありますね。アントレミルドで独立開業して開業お祝い金をもらおうと、まあ、こういうのは大体ね、あの5万円とかくれたりするんですけど、はい、まあ、加盟金が5万円割引になるってはなるけど、その分、うん、入ってるっていうことだからあんまり関係ないよね。そうですね、うん、こういうのには引っかからない方がいいと思うんですけど開業お祝い金を出してるからいい本部だとか良心的な本部だってことではないと思いますよ。はいはいはい、この間若林さんと一緒に話をした笹船が出てるじゃないですか。うん、ちょっとドンバル見てみましょうか。はい、うん、こういう感じ。全国400店舗、ね、寿司、あ、結構ね、これはだ基本的にはこう喋るっていうことはなくて、こうみんなこの動画っても音だけだ、ミュージックが流れててどんどん。79年に創業されたと。不況の中でも着実に加盟店が増加してると。うんうんうん、日本実が出て400ありますよと。うん、もう結構ね、説得力も。現在も新店舗が続々とオープンしています。潰れてるところもあります、ね。うんうんうん、特徴、本部、オーナー、うん、ね、全てのノウハウをお伝えして、ね、うん、独自の経営が可能っていうのはこの間話したように結構自由度があるってこと言ってたじゃん。そうですね、うん、1店舗1店舗違っていいんだみたいな、はい、うん、そういうこと言ったからそっちに持ってるかな。うん、まあ、もともと40年以上やってる寿司屋が始めたら寿司屋が元だっていうことね。うんうん、一杯500円がすごいですよね。そうね、こうやってどん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 こう業態、説明をしていく。まあ分かりやすいよね。はい、こう見てる側としてはこれ大体10分ぐらいの、もっと短いのかな、3分ぐらいだったと思う。あ、3分ぐらいか、はい、だったらこれやっぱこっちの方が主流になっていくような気がするね。そうですね、テキストで書いてあるよりもこっちの方が頭に入っていくわね。いや、すごい分かりやすいですこれは。うん、それに、うん、今こうメニューが出てますね。こういうチラシみたいな、はいはいはい、こういうのがあるわけだね。いや、これやっぱ情報量として圧倒的にこっちの方が高いんじゃないか。ビジネスの強みを説明しましたね、はい、してる、うん、500万円以下で開業できて投資回収は1年だと、まあ、うまくいったらの話ですけど、5坪から10坪火を使わないと、ね、冷蔵庫だけがあればできるから、なるほどね、うんうんうん、職人不要、1分以内に提供可能、お、本部サポート、ここなんて言ってんだよな。ここはこの間のガッチリマンデーと違うこと言ったらもうダメだけどねそうですね、本部サポート、開業前はこういうね、接客とか仕込み作業とか、うん、そういう、お、最長30日もやるんじゃん、結構やるな。うーん、で、仕入れ業者はだから特定のとこじゃないって言ったら紹介はしてくれるんだよね、うんうんうん、別にどこで仕入れてもいいって言ってたからね。うんうんうん、で開業後はずっとサポートって、ここにはなんかズームする人みたいなの絵が出てますね。はい、うん、悩みや疑問は創業者の大島が随時対応、創業者にかけてくれってことよ。収益モデルまで公開されてますね。まあ、これはまあ別にテキストでもするじゃん。まあまあまあ、そうですけど、うん、自宅オーナーの場合ってことは、要するに自宅でやるってことは、これは家賃を払わないってことかな。間違いかな、これ間違いだな、個人オーナーって意味かな。うん、下に法人オーナーが出てるから自宅オーナー分かんない。不況に負けず圧倒的な自由度でどまるで成功しませんか。もうなかなか分かりやすかったね。いや、分かりやすかったですね。うん、僕もプラス 2,3 個見たんですけど、うん、全部、あ、こういうビジネスモデルなんだみたいなのは、うん、すごいイメージが湧きました ね、 ね、もう一個ちょうどその人の隣にあるから、教師にスクールワンですか。教師にスクールワン、未経験でも成功できる個別指導塾を経営しませんかと。
うん、個別指導塾の経営といっても不安なことがたくさん、もうこれはたくさんありすぎるから、うんうんうん、こういう不安をどんどん潰していくっていう方法、やり方なんだね。教育業界未経験でもできるの、それはできますよね。このぐらいみんなだと分かってる、ね、生徒は集まるの、ね、これは不安だもん。今社会が大きく変わった2020年の生徒数全体も1教室だったり過去最高って言ってるよ。教師スクールワンは、ね、名校や大手が減らしてる中伸びてるって言ってる。なぜだ、講師は開業支援パック、証券調査、証券調査、物件調査、物件提案、資金調査、このぐらいはするだろうと扱う商品やサービス、教師にスクールワンを経営して、それは当たり前だろうと、うんうんうん、学習指導は講師がなんとオーナー事業しないんだ。これちょっと新しいね。普通個別指導塾ってオーナーが教室をやって教えるんですよ。それの方が人権、あの創意分岐点が低くなるからね。あ、雇わなくていいからですね。そうそうそう、うん、顧客の特徴、市場性、これは少子化の中どういうふうに説明するんだ。これは子供一人当たりにかける教育増加、これはいつも言われることだね。少子化だけど、そうなんですね、うん、3人が1人になってるけど3倍ぐらい教育費をかけてますよと。ここで推薦入試の大学合格実績、これちょっと分かんないな、うんうんうん、教師 FC ビジネスの強み、はい、第一に教師の教育力、うん、ちょっとピンとこない、うんうん、大学推薦合格入試実績更新中、生徒数も続々、これどういうところも書いてますよね結構強み、今度は収益力を言ってきました。小学生から高校生まで12年間長年通じる、これは確かにね、通ったらの話ですけど、支援力、開校前後100時間を超えるサポートって書いてある。本部サポート、開業前、証券分析、収益ある性のある物件の提案調査、未経験でも安心で運営できる研修体制、まあ、このぐらいは普通だな。そうですよね、新しさはありません。ここは開業後、受付対応、うん、受付対応の研修、アルバイトの研修サポート、うん、まあ普通収益モデルです。生徒60名2697万、うん、営業利益儲かりますね、978万ですよ。2697万から 37.9%、 2020年開校内1年で80人行った人もいますって話だからね、うんうん、みんな行ってるわけじゃないからね、はい、なるほど、終わっちゃいました、うん、教師スクールワンさんは今すごい伸びてるんだな。ここは嘘じゃないと思うんだ、割とおっかたい会社だと思う。これは教師っていう、京都の学習塾があって、老舗のね、でそこが始めた個別指導塾だ。今やっぱり結構個別指導塾はみんな生徒減らしてるんだ、増やしてるって言ってるから、それなぜだって、そのなぜだっていうところはちょっとここではちょっと僕は分かりませんでした。あとオーナーは事業をしないっていうところはちょっと他のこれまでの個別指導塾とちょっと違うなと。まあ逆にそれで集まってるっていうことは、オーナーはその集客とかそういうのに、はい、集中するのかもしれないね。今ちょっとこれね、どん丸の笹田さんと教師スクールワンを見ましたけど、まあこのミルド、まあなかなかいいんじゃないですか。分かりやすいですね、うん、分かりやすい、3分でパッと頭に入る気がしますね、うん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 、まだまだメンツが有名どころがまだ増えてはいない感じがするけれども、そこそこ反響があるんじゃないかなという気はするし、まあ、もっともっといろんなところが乗ってくれれば、3分で頭に入ってくるっていうのは分かりやすいなというふうに思います、はい、じゃあそういうことで、はい。